11番、創世界公明の松村でございます。議長よりお許しをいただいたので、質問を2点いたしたいと思います。その前に議長にお許しをいただきたいのですが、質問の性質上一問一答で行いたいと思うのですが、よろしいでしょうか。はい、はい、それではまず問1、公民館の耐震化についてをお伺いいたします。公民館の在り方につきましては、小学校並びに中学校の再編問題と密接に関連してこれまで議論がされてきました。具体的に申し上げますと、中学校の再編が進む過程の中で小学校の再編も進むであろう、その空いた学校の中に公民館の機能を移そうというような議論があったかと思います。ところが議論の熟度と、そしてより教育的効果を高めるためということで、中学校の再編の期限というものが変更になりました。したがって公民館の耐震化といった問題が今浮上しているかと思います。この公民館の耐震化につき、市の所見を伺います。多田教育部長。公民館の耐震化についてお答えいたします。勝山市は平成20年6月に建築物耐震改修促進計画を定め、目標年次を平成27年度とし、その耐震化率の目標を 90% とし、現在は小中学校の校舎等を優先的に進めているところです。各地域の公民館の耐震診断の結果は、北谷公民館と北郷公民館の2館が耐震補強が必要な C 判定となっています。北谷公民館については、新たなコミュニティセンターへの建て替えを予定しております。北郷公民館につきましても、極力早期の改修に努めてまいりたいと考えています。議長。11番。ありがとうございます。早期の改修を目指していきたいということでございますので、まあ、実際今もう残るところは北郷公民館だけでございますので、これは早期に耐震化をよろしくお願いいたします。それでは続きまして、問い2番でございます。学校給食費の未納問題についてを質問いたします。まず現状の把握といたしまして、勝山市内の給食費の未納の件数はどの程度に及んでいるのでしょうか。そしてその件数の中で経済的理由を理由とするもの、これは何件ほどあるのでしょうか。お答えください。梅田教育長。まず勝山市内における学校給食費の未納はどれくらいあるのかというお尋ねでございまして、学校給食費につきましては、毎月、所定の期日に保護者から学校に納入をしていただいております。その期日に納付されない、まあ、いわゆる滞納の該当者としましてはですね、小中学校全部合わせて年間を通して20人強という状況にございますが、まあ、そのほとんどが一応年度内にはですね、納めていただいているという状況にございます。ただ一部ですね、年度末に至っても未納が残るケースもございます。そういう場合には翌年度に繰り越して納入をお願いしておりますけれども、まあ、こういったケースは年間2ないしは3件までとなっているという状況にございます。まあ、それの理由といいますか、そのことにつきましてですけども、ご存知の通り、勝山市では一定の所得基準以下のご家庭には要保護、準要保護児童生徒就学援助制度によりまして給食費を含めた補助をしております。しかしながら
そうした中でも給食費の滞納が生じるというわけでございます。まあ、そういうことからですね、その滞納の理由背景につきましては、保護者の家庭の事情をつぶさに知りうることはできませんけれども、必ずしもですね、経済的な理由のみによるものばかりではないのではないかなというふうには見ているところであります。以上。11番この問題、非常にナイーブなところを含んでおりますので、これから質問を続けるにあたって、いくつかの質問のための前提というものを置いておきたいと思うのであります。実際に私が聞き取り調査を行いました。行った結果、やはりごく本当にごく少数ではありますが、やはり悪意的であるというような保護者は厳然に存在するし、過去にも存在しました。しかしながら、この一般質問において、どの中学校でどの保護者がどのような未納をしているのかを問うことが本一般質問の目的ではありません。むしろそういった保護者が出現しないような制度設計はどうあるべきなのか、そしてもしも仮にそういった問題が発生した場合、どのような対応を取るのが最も望ましいのかを模索するための質問だと理解していただきたいのであります。そして質問を続ける前に、3つのこれまたことを前置きしておきたいと思います。一つは、すべての学校集金の未納を本一般質問は目的としてはおりません。これは過去にも実際に事例がありましたが、卒業アルバムを代金を払わずに卒業式に来て持って帰るというような事例もありました。しかしながら、これは学校集金の中でも PTA 会費、すなわち市会計、私会計の部類に属するものであり、本一般質問の射程外であります。あくまでも行政補助の対象となっておる給食費の未納についてのみを本一般質問の対象としたい、これがまず1点であります。そして2番目は、未納の問題は必ずどこかに会計処理上のしわ寄せが来ておるという現状であります。この苦しい会計処理、これについて当費や是非をここでは問題にはいたしません。苦しい会計処理を余儀なくされておるのは学校であり、彼らは好き好んでそのような会計処理をしているのではないからです。そして3番目に、未納が発生した場合、学校現場は過重の負担を強いられるという現状であります。平成22年度にですね、文部科学省が一本の通達出してるんですね。平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行と学校給食費の未納問題への対応についてという通達であります。民主党政権下において子ども手当が出たときに、この子ども手当を給食費の未納に充てていいのかどうかということが議論になった際に出た通達であります。この通達には別点資料で、学校給食費の未納問題への対応についての留意事項という別点資料がついておる。この中に文部科学省はこう言ってるわけですよ。未納の保護者に対して学級担任や校長、教頭、学校事務職員等による電話や文書による督促、家庭訪問などにの取り組みが行われている。本来であれば教育の充実に取り組まれるべき時間や労力がこの未納問題に割かれているという問題が生じている、文部科学省自身が認めておる。そして実際に市内においても、未納が発生するたびに担任の先生たちが家庭訪問を繰り返すわけです。時間が終わって明日の授業の準備をして、そして夜の8時、夜の9時にご家庭に行って給食費を払ってください、どうか払ってくださいというような徴収事業の徴収事務を、ね、担任の先生がしておる。こういった現場に対する過重の負担が生じておるということであります。さて、そこでそういったことを前提といたしまして、
先ほど申し上げました制度設計はどうあるべきなのかということについていろいろと確認をいたしたい。学校給食に関しましては基本となる法律は当然に学校給食法であります。教育基本法があって学校教育法があってそして学校給食法があるというような法の流れになろうかと思います。この学校給食法の11条には経費の負担が定められています。学校給食に必要な施設および設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費これらは義務教育小学校の設置者の負担とすると11条1項で定められています。具体的に申し上げるならば学校という施設がありそこに教室、給食室を置きそして調理器具を備え調理員を雇用し人件費を見るこういったことは義務教育小学校の設置者の経費としなさい。すなわち公立小中学校においては勝山市の負担となります。そして同条第2項にはそれ以外の経費は児童または学校教育法16条に定める保護者の経費とする。これが学校給食費というものの根本的なところであります。ところがですねここからが話がややこしいんですよ。昭和33年の4月の9日に旧文部省の管理局長から北海道教育委員会教育長宛に回答文書が出ております。この内容を要約するとこういうことが言っている。先ほど申し上げた学校給食法の保護者負担の条項というものは経費負担の範囲を定めたものであって範囲ですよ。その条項をもってして直接的に義務を課すものではないと言っているわけです。旧文部省はじゃあ具体的に給食費の負担を定めるのはどこですかというような話になると今度は条例規則というような話になる。それぞれ各自治体で条例規則を定めてくださいというような話になるわけですね。そこでお伺いいたします。まず学校給食公立小中学校における学校給食の主体者はそもそも誰なのか。そして学校給食法を受けて保護者の学校給食費の支払い義務を定めるような条例規則はこの勝山市にあるのか。この点についてお伺いします。梅田教育長。まず、小中学校における学校給食の主体者は誰かということでございます。学校給食を実施するか否かにつきましては、かつてはですね、各地方公共団体、ないしは各学校に委ねられておりましたけれども、その重要性に鑑みまして、昭和29年に学校給食法が制定されまして、学校給食が法制化されたということでございます。そして今議員ご紹介いただきましたように、同法の現在では4条ですけれども、義務教育小学校の設置者は当該義務教育小学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。義務教育小学校の設置者すなわち勝山市でございますけれども、学校給食が実施されるように努めなければならないというふうにそこで規定をされました。それと合わせてですね、その給食にかかる施設とか設備そしてまた、調理師等のですね、従事職員の人件費これについても設置者が負担すると、こういうふうに明記されたわけでございます。なお今もご紹介されましたけれどもそれ以外の経費、すなわち食材費については保護者の負担とすると、これが定められましてその保護者負担分がいわゆる学校給食費ということであります。そこでですねその同法の学校給食が実施されるように努めなければならないというものが若干曖昧な感じはいたします。学校給食を実施するものとするとは書いてないですね。
されるように努めなければならないという文言が、若干曖昧な感じはいたしますけれどもですね、これは現在その学校接種者に対する義務規定であるというふうに解されております。従いましてお尋ねの学校給食の実施主体は勝山市であるというふうに認識しているところでございます。そして、そのためにですね、徴収を等を進めるためにですね、条例ないしは規則が存在するのかということでございますけれども、私ども勝山市におきましては、今申し上げました国の学校給食法に基づいて給食を実施しているという認識でございまして、独自の条例規則等は設けていないのが現状でございます。11番。例えば答弁をいただきました。学校給食を主体するのは勝山市である。まあ確かに学校給食法上努力規定に定まっていますが、まあこれはすべしと読み替えるのが妥当だと思いますが、勝山市において学校給食費に関する条例規則等がないということであります。つまり先ほど申し上げたように、学校給食法はその上位法として学校教育法、教育基本法と流れている。そして、その学校給食法を受けての条例規則というものがない。じゃあ具体的にはどういった形で行われているのかというと、現場対応というような形でこれまで行われてきたわけであります。現場対応、すなわち学校単位での給食費の徴収、管理、そして運営というような形になろうかと思います。そこで、そうしますとね、今度は個別具体的な関係にちょっと確認をいたしたいのでありますが、公立小中学校においては、給食費の収納、まあ、徴収と読み替えてもいいんですが、これはどのような方法で行われているのでしょうか。梅田教育長。学校における給食費の徴収の、スタイルでございますけれども、現在保護者に負担していただいております PTA 会費、とかですね、修学旅行の積立金などの、まあ、いわゆる私会計、私会計と合わせてですね、給食費を学校集金として徴収をさせていただいているということであります。そしてその徴収の仕方でございますが、基本は保護者の同意を得てですね、口座振り替えでお願いをしておりますけれども、希望する保護者には現金集金の形でも行っておりました。そして管理という面では学校長が一応責任を持って管理しているという現状でございます。そして冒頭ご質問がありましたその毎月のですね所定の期日に納入されなかった場合この場合はどうしているのかということですけれども学校から保護者に納入依頼の文書を出しておりまして学校へ適切な時にですねお持ちいただくとかあるいは、保護者会、こういったあの機会を活用してですね、学校で現金納付をしていただいているということでございます。まあ、近年は、勝山市内の学校ではですね、学校の先生がご家庭まで訪問してということは、あまりないという状況と私どもは報告を受けております。議長。11番。ただいま、まあ、答弁いただいたような方やり方で学校給食費というものが市会計で徴収されて集められておるというところであります。で先ほど申し上げたように流れが切れてるんですね。教育基本法、学校教育法、学校給食法、条例がなくて現場対応だと。でこの現場対応の権利関係というものをもう少し
確認したいのであります。具体的に保護者が入学式に行きます。4月、そうすると入学式が終わりますと保護者の皆様お集まりくださいなんて言われてね、一室に集合して毎月これ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 の学校集金を行いますので振り込みをお願いします。今申し、局長おっしゃられたように、ご希望があれば現金でも構いませんというような形での説明があります。そして実際に新学期が開始されて児童並びに生徒に対して給食の提供が始まる。これに対し保護者が異議を申し立てなかった場合、ここにどのような関係が生じるのだろうかというと、これは契約法上に言う契約の申し込みと目次の承諾行為であります。つまりここには契約関係が発生すると考えざるを得ない。なぜならば契約関係すらないのにお金を徴収することはできないんですよ。それできるとしたらもはやこれは税金であると考えざるを得ない。だから何らかの契約関係がそこには発生しているはずだ。ならばです、この契約関係がどういう契約の種類かはここでは問題にはしませんが、契約の当事者は保護者です。これはいいです。お金を支払う方は当事者、保護者でしょう。もう一方は誰かという問題です。勝山市ですか、それとも学校ですか、学校長ですか、契約の相手方はこれは誰ですかという問題がここで発生するわけであります。で、この問題ひっくり返してみればよろしい。つまり仮にです、悪質な未納者が発生した場合、そしてです、仮に法的措置を取ると仮定した場合、法的措置を取るとした場合ですよ、被告となるのは当然にその未納の保護者でしょう。ならば原告に立つことができるのは誰かという問題であります。すなわち民事訴訟法上の原告適格の問題になるわけです。勝山市長がそこに立てるのかといったらこれは立てないでしょう。なぜならば条例も規則もないわけです。そこの根拠がない。じゃあ学校および学校長が学校長の立場で原告に立てるのか、私は立てないと思う。なぜならば学校というものは行政組織上、行政組織の中の一つの機関に過ぎないからです。私立学校法人のような立場、もしくは独立行政法人となった大学ならば原告に立てるでしょうが、理事者の皆さんもそうでしょう。部長名課長名で原告には立てないはずです。それと同じで校長も校長名では原告には立てないと私は考えます。ならば誰が原告に立てるのかといったらば、もはや校長先生が個人の名前で立つより他にない。つまり学校集金の中で給食費というものは保護者と学校の校長先生が個人で契約しているのではないか。個人の名前で学校集金を集めて、そしてそれを管理するのは学校長の公務です。管理は。しかしながらその契約及び徴収においては個人名でせざるを得ないのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。梅田教育長。お尋ねのですね、この保護者が一体誰に対してどのような法律関係に基づいて学校給食費を支払う義務があるのか、まあ、この点についてはですね、率直に申し上げまして法律の条文上は明らかにはなっておりません。またその旧文部省もですね、学校給食の実施主体は設置者であるとまあこうしているんですが、一方で校長が学校給食費を取り集め、これを管理することは差し支えない、まあこうしているわけですね。まあここで一貫性といいますか少しずれてきているんですけれども、まあそうしたことからですね、
今ご指摘のような問題が生じているということだろうと思いますけれども、いずれにしましてもその学校長が当事者性を有するのか否かということについてもですね、実は文部科学省は明らかにしていないという現状にございます。多分議員ご指摘のずっとこう今お話しいただいた理詰めのそのいわゆる契約法上からアプローチしていきますと、まさにその通りになるんじゃないかなと思っておりますけれども、実は学者の間でもですね、この法律構成につきまして、保護者と学校長との間でのですね、委託契約とか、あるいはまた信託契約とする、そうしたの考え方もまたあります。まあ、その他にもいくつかの説がございまして、実は明快な定説に至っていないというのが現状ではないかなというふうには認識しております。以上。11番。ただいま教育長からの答弁があったように、この問題明快な回答が誰も出せないんですね。驚くべきことなんです。理事者の皆さんもそうですし、同僚議員の皆さんもそうでしょうし、そして、まあ、私もそうでありますが、学校給食が始まってからもう60年以上経つのにです、学校給食費を誰に対して払っているのかということすら文部省は明確にしていない。法律も定めていない。学説は分かれる、判例はない、そういう状況なわけであります。しかしながら、これ勝山氏が悪いって言ってんじゃないんです。私ははっきり言うと文部科学省、旧文部省の第一義的な責任があると思う。これはしかしながら、そのような中で今までうまく回ってきたのはなぜかといえば、ほとんどの保護者はまともに真面目に払い続けてくるからです。真面目に払い続ける限り、この問題は明らかにならなかったわけです。そして本当に経済的な理由から払えない人も行政補助があるから、これも問題にならなかったわけです。しかしながら、未納者が、悪質な未納者が出現した場合、このシステムの脆弱さが浮き彫りになるわけです。校長先生は誰に対してどのような権限を持って請求権を持つのか、それが明確でない。教育委員会がじゃあできるのか、条例はない。市長名で督促状が出せるのかって出せない。そのような中で現場の先生たちは右往左往しなければならない。これが現状なのであります。したがって制度設計というふうに最初申し上げたのは、この問題をどこから作り直せばいいのか、文部省に待ってたのではこれは収まりませんよ。現場の先生はいつ未納者が出るのか怯えながらやらなきゃいけない。そうではなくて、未納者が出たとしてもです、こういうふうに対応しましょう、その根拠はこれですと言ったような制度設計を自治体の枠の中でできないのかということが、この一般質問の問題なのであります。先ほどからおそらくこの流れをお聞きになられた方々は、根本の理由ってなんとなく分かってくると思うんです。これ市会計にしてるからですよ。学校単位で市会計をして、校長の責任で集めなさい、中で処理しなさい、滞納が出たら、それは学校の中で処理しなさい。それをやり続ける限り、表には案件は出てこないし、学校の先生たちは何としても処理しなきゃいけない、苦労されるし。そして、せめてね、勝山市長名の督促状でも届けば、ひょっとしたら身の保護者も考えるかもしれない。しかし、それすらできないのは、やはりこれは、今学校単位での市会計にしているからではないか、私は思うのであります。したがって、給食費を公会計にできないだろうか。まずは、給食費会計を公会計にできるのか、法律上ですよ。できるのか、できないのか、その所見を伺います。梅田教育長。はい、学校給食費を、まあ、公の会計、公会計として、処理できないかというご質問でございますけれども、これも旧文部省からの通知によりますと、
学校給食費は地方公共団体の収入とせずに、校長会議の責任で管理してもよいと示されている一方でですね、地方公共団体の収入として歳入歳出予算として徴収管理しても差し支えない、こういうふうにも示されているんですね。どちらでもいいと、こういった文部科学省からの通知でございます。従いまして、給食費をですね、公会計にすることは法的に可能でございまして、現に全国的にですね、公会計による処理を行っている自治体もございます。11番。ただいま教育長の答弁にもあったように、文部省ってのは適当ですな、本当に。公会計にしても構わない、公会計にしなくてもいい、給食費は条例定めて、適当って怒られるが、条例定めて回収しなさい、言ってるだけなんですよ。ただ法律上、できるということは明らかになりました。そこで、と言いますが、勝山市として今後ね、こういった現場の先生方が給食費や給食費の徴収に右往左往しなければならないような、そういった現状を変えていくためにも公会計にする意思がおありか否か、その点を伺います。梅田教育長。これまでの議員のご質問、そして、私どもの答弁の通りでございますけれども、現在の勝山市における学校給食費の扱いについては、給食の実施主体を学校設置者としながらですね、給食費の管理は学校に委ねることを認めてきたという、旧文部省の考え方、現在も文部科学省もですね、その流れに沿っているわけですけれども、それによって対応してきているということでございまして、これは我が国の現在の学校の大半でですね、こういった形態で行われているというのは実情でございます。しかしながらですね、そこに議員ご指摘のような問題、とりわけですね、本来教育に専念すべき教員にですね、この学校給食の業務といいますか、ことで過度の負担がかかると、そういった状況にあるとすればですね、これはやはり大きな問題でございまして、現在のシステムの改善見直しは極めて重要であろうというふうに考えます。ただこれを今いきなり公会計に切り替えるということについてはですね、これまたいくつかの課題も想定されます。従いまして、まずは学校の実態を改めて検証するとともにですね、すでに実施している公会計を実施しているですね、他の自治体等の状況も参考にしながら、しっかりと研究と検討をさせていただきたいと、このように思います。11番。実際に公会計に移行するか否か、イエスかノーかと言われるならば、おそらくこの短い時間の間に公会計に移行しますと、なかなか踏み込んだお答えをいただけないであろうということは予測はしておりました。ただし、私としてはやはり一つ、学校の現場の先生に対してのメッセージというものを送っていただきたいと思うのであります。すなわち、学校現場が給食費の未納を学校対応と、市会計とされているがために、その対応のために、教育に割くべき時間と労力が取られている、文部省自体も認めているわけですが、そういったことがね、あるのであれば、教育委員会としても何としてもこれは是正しなければならない、その流れの中に公会計があるかどうかはまた別の話であります。現状が不適切であり、そしてそれを解消しなければならないという認識を教育委員会としては持っていらっしゃるのかどうか、そしてそれに向けて
今後努力していくおつもりがあるのかどうか、その2点についてお伺いします。梅田教育長。これまでのお答えのとおりですね、学校給食生まれいずる、そうしたゆえんがございまして、ある意味矛盾をはらみつつ、今日まで来ているわけでございます。議員ご指摘のとおり、かつては何ら問題はなかったんだけど、それが少しずつ問題が顕在化してきているというのは、全国的な状況だろうと思います。まさにですね、教員に、そういった面でのしわ寄せが行っており、なおかつこれからもさらにそれが大きくなることも想定されるということであれば、当然教育委員会としてですね、それを解消すべく努力する、これが筋だと考えております。11番。ただいま教育長から前向きな答弁をいただきました。実際にどのような方法が適切であるのか、これは本当に他種の事例を検討してまた決めていただきたいと思います。以上をもって私の質問を終わります。